にちは、カリーでーす。友達とディズニーシー来ました。イエーイ。今日はいっぱい食べたいと思います。食べます。着いた瞬間に雨降ってきた。雨降ってきてクレジットカード忘れて、はい、お財布忘れました。今から傘買ったら雨やみました。最初からグダグダ。しかもうちらは今日爆食の後夜ご飯は焼肉です。行きます。行きます。バイバイ。ソアリン乗り終わりました。マジ感動ね。だってさ、うちらさ、最前の真ん中だったよ。初めてなんだけど、うちもでしょ。マジで最高だった。東京タワーやっぱ綺麗だわ。うん、マジ綺麗。うちら東京住んでよかった。東京生まれでよかった。あれ東京生まれだっけ。福島です。嘘つけ。ここ地元じゃん。地元。マジでやんだくない。ね、ガチでやんだくない。天気予報、雨だよ。買ったんにわざわざ買ったよ。ただただ荷物。でももしかしたらこれも後からこの傘使えるかもしれないよ。確かに。全てのことには意味があるんですよ、ね、餃子ドッグが私たちを呼んでる。呼んで行くか。行くか。一食目、パイナップルラムカクテルみたいな。パイナップルラムカクテル、酒飲みます。そう、餃子ドッグ、ケピー、ケピー。マジうまくね、これマジうまいっしょ。すぐ食べれちゃうんだよ。
この調子だったらちょうど食べれる。とりあえず今全部正解。さあ全部の場面で、でもさ、うちら場面派って言われたらそうでもなくない？そうだね、決められたら決められてる人に言っても全然いいし、意志が強い時は鬼ほど意志強いけど、マジほぼほぼ意志弱いよね。え、動物占いやったことある？ある。だってなんかコアラだった気がする。コアラ、そうだ、そうコアラだ。うちら相性良かったっけ？相性調べてみて。相性調べよう。大好きです、いつも。かわいい。え、待って、これでさ、悪かったらさ、笑う。悪かったら、今すぐ絶好します。あー、ひどい。最後、せーれれん。え、待って、ダメじゃん。ちょっと不吉。趣味は際うけれど、利用されてしまいそうだけど。え、キンキの貸し借りは激うさ。やめよ、やめよ、やめよ。でも、マジで、これは嘘だよ。これは何で当たってる。え、だって絶対合うって。合うよね。うち合わなかったら、本当にディズニー行けないから。マジで。いや、ちょっとダメだわ、これ。ちょっと、これマジ当たんねえわ。でも占いってさ、結構さ、みんなから見てさ、これ当たってるよってことあるじゃん。うん、自分で自分のこと理解してない人って、これ合ってるって言うの。あー、はいはいはい。私、全然合ってない。わかる、それめっちゃわかる。それめっちゃ危ないっていうか。危ない。なんか自分の意見よりも、第三者の意見を、めっちゃ大事にする。マジで。一時期友達にさ、インスタの写真とかさ、1,2,3,4 どれがいいって思ってたの。わかる。どれがいいみたいな。こだわるとこだけこだわって。でも、マジで技術うまいんですよ。これマジで伝えたい。あ、嬉しい。エクステつけるときは、ぜひ。絶対あるの。マジで自信ある。マジでうちは、エクステ超つけてきてるから、中学校のときから髪の毛の量多いなって。隙ばさみで、自分で、エクステつけてるところで、自分の髪を。うまいね。やばくない？そこから全然伸びなくて、ずっとエクステなので。本当につける位置とかで、同じエクステの種類でも、全然違う。そうだね。つける場所によって、痛みぐらいも違う。あと、ポニーテールにしたときとかに、めっちゃ痛いとか、あ、ここだけめっちゃ見えるとか、超あるあるよね。巻いたときとか、全部わかる。ね、巻いたときもなんか一本だけ分離とかあるじゃん。変なところとか。なんか、あれ、ここなんか分離してないんだ。来てからずっとこうやってくれてるもんね、マジで。明るいのも得意だし、エクも得意だし、ハイライトとかも得意だもんね。すべての希望をすぐ叶えてくれる。ずっと安定してる。イエイエイエイ、ラブ。そこから普通に仲良くなったし、今グルメも一緒に堪能してます。一緒に予約婚なんて制覇しよう。制覇。趣味一緒だとさ、やっぱいいよね。じゃあ次に行きたいと思います。行きます。アルコールは少しだけ飲んで、道に回ってます。今からドーナツを食べるがために思ってあげる、うん、ありがとう。エントランスに行こうとしてたんですが、うん、あの結局また山にも。だってアラビアンコースとか閉じ込められてたもん、うちは。でも、あの美味しそうなチュロスとナンヤさんを見つけれたので、そう、あれ食べたい、はい、迷わなかったら、あれ出会わなかったら、全部ポジティブに考えたら、そういうこと。ドーナツまでレッツゴー。 OK、 3品目です。なんとかドーナツです。なんちゃら、ピッチなんちゃら、いいですね。漏れた漏れた、マーメイドラグーン漏れますね。漏れます。ディズニーランドの方がやっぱ漏れる背景は多いね。しかもディズニーランドはすぐ一周回れるっていう良さがある。シーマジさ、あれだね、回らなきゃいけないの。罠罠罠罠罠罠罠、ピッカビッチュネ、ピッカビッチュネ。でもまあ、若い子多いね。多いね、思った。夏休みまだ、ね、サボったんじゃない。悪い子。なんか混んできた。なんかね、さっきより混んできた、ね、こんな私でもバレます。今日一番バレてる、マジや。やっぱマーメイドラグーンが多分、確かにね、結構若い子、若い子が多いんだと思います。なんかさ、この曲聴くとさ、泣きそうになるのかな。わかるわかるわかる。楽しい気持ちになるよ。なんかさ、多くおきせいとかシーンやるじゃん、好きなんだよね。だからね、でもみたいな、美容師ならではだよね、それ。だってそっか、そうだよ。だからか、この曲が流れる前にパパは分からせよみたいなこと言うじゃん。もうなんかそのシーン大好き。私こぼしました。はい、あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。かわいい、かわいい。よかった、さっきいっぱい布巾もらっといて。やっぱり私ね、ほんと口が緩いので結構こぼすんですね。今もこれホイップついたから拭いてあげたから。ありがとう。じゃあ次のところまで、レッツラゴー。浴衣ソーセージドッグがありませんでした。これ一番めっちゃ欲しい。1分31分で今、諦めれない。マジショック。これ超食いたかった。ほら、あれあれ、なんかのパンみたいな、あれマジ美味しい。あとそしたらなんか食うもの迷子だね。ね、食うもの迷子。ランチュリトス行こうかな。確かに、一旦さ、これ乗ろうよ。15分だ、行こう行こう行こう。インディンジャーズ行きます。はい、乗り物に乗りました。喉が枯れました。ギャーギャー騒ぎすぎました。それな、マジで。
だいぶ騒いだよね。だいぶ騒いだ。でもマスクしてるんで安心ください。ごめんなさい。確かに。温暖ショコラこれが楽しみ初とマンゴースムージー、スムージーマンゴーだってほとんどよね、なんかこれちゃんとさキラキラがさ雪山みたいになっております。銀箔ついてます。はい、そしてナンいただきます。イエーイ、うまっ。青そうだな、ね、マジうまくない。中からさとろっててついてくる、ね、ちょっとナン食べてみます。うん、ナンどうぞ。何も期間限定商品かな。怖い気は。美味しい。やっぱ甘いものの時は辛いもの。そうなんだよね。それのエンドレスに。エンドレス。なんかピザだね。この後焼肉行くんですよ。ね、やばいよ。だってもうあと3時間切ってるから。やばくない。すげえよマジ。大食いの彼氏いいよな。ね、いいよね。なんか自分より食べてくれる人がいい。だから時々俺はいいやみたいな人とかいる。あれ食べたい。俺はいいや食べなみたいな。いやいや一緒に食べてほしいねみたいな。なんか別に食べたくなくても食べてほしい。だからそこまでなんか食にさ興味ない人とかの方がいいよね。確かに。そう。あんまりにも食に興味あるとやっぱ食べてくれなかったりするから。うん、興味ない方が誘ったらさ行ってくれるじゃん。行く行くみたいな感じでさ。美味しいとことかもちろん連れてきたい。そう、分かる分かる。こっちが行きたいところを一緒に行ってほしい。そう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 。なんかさ好きだった人がいてさ、うん、その人とさディズニーに行ったわけ。付き合ってない状態で。さディズニーシーに先行ってて、乗り物もめっちゃ乗って、食べ物もめっちゃ食べて、時間が余って、ランド行こうって言ってランドまで行った。すごい。ランドで食べ物を食べて、ランドの乗り物をめっちゃ乗って、最後にそのカレーライスを食べた。美味しいとかあるじゃん。うまいうまい。なんか明治かなんか。分かる分かる。だからカレーライスで、本当うちの職業に全部ついてきてくれて、むしろ越してくれて、そのカレーライスを食べながら、そういう人がなんか今日幸せな焼肉をありがとうって言ってくれたの。ちょっとマジの。すごいね。言葉で言ってくれる人がいいんだみたいな。ありがとうみたいな。楽しかったってちょっと言ってくれるだけでもそれも。なるなるなる。全然なる。イエーイ、もう4時でーす。めっちゃもう食った。いやめっちゃ食ったマジで。結構食った。もういい感じだから、このまま焼肉行けばもう全然行けるんだけど、その前に足裏マッサージ。足裏。いっぱい歩いて疲れたから。まず水のなんか浮き輪、くるくるのやつ、くるくるのやつ乗って、足湯マッサージ行って、最高、焼肉行こうと思います。だって今日やばい、リラックスすぎてやばいね。リラックスすぎた。一番食べ物で美味しかったもの。次せーので言う？え、どうしよう。せーの、チリトスポテト。違った。安定のでもさ、安定安定メンバー、安定なカツ。お腹空いてる最初に食ったものって美味しいよ。でもあれ美味しい。もの。え、でもポテトのもね、あれマジうまかった。マジ美味しいよねあれ。なんやかんや。一番うまい。帰りにもう一本買おう。あ、あり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 。じゃあね。かわいい。タケネミッキーを発見しました。発見。ちょっと耳が内側。それな。私もそろ。幸せな気持ちになったよ。そして私はまたアイスを買っちゃったよ。私の中でのお昼のコース料理終わり。間違いない。アイスいただきます。いいっすね。うわ。ストレスフリーだから、うん、ゼロカロリー。いやマジで意識してない時の方が痩せるってやばい。あやばいやばい。幸せオーラめっちゃ出てる今。ピンクが出てる。幸せだもん。いや。出会った。すごい。初めて見た。はい、ということで友達とディズニーバックツアーでした。イエーイ。お土産も買ったし大満足ね。これから足つぼマッサージ行って焼肉食べたいと思います。マジマジやばい。バイバーイ。